は埼玉県東松山市にある埼玉ピースミュージアムに来ました。埼玉ピースミュージアムは埼玉県平和資料館とも言うらしいです。どっちが今の名前かは分かりません。月曜日が定休日、午前9時から午後の4時半まで開いています。入場は無料。とっても大きい施設です。ここから回っていくようです。家の中が見えますね。ご飯が置いてあります。お腹が空いている時間なのでとっても美味しそうに見えました。中身は質素です。今度は小学校がありました。小学校の中に入ってみます。よくわからないキャラクターが書いてあります。それでは帰ります。